パリ五輪、日本柔道の敵はルーレット？悲願の金メダルを狙う日本は、決勝で東京五輪金メダルのフランスと再戦し、3、4で敗れ、2大会連続の銀メダルに終わった。死闘は3、3でゴールデンスコアによる代表戦に、ルーレット抽選による階級抽選で、90キロ超級、斉藤立、ヴィネールに決まった。国際柔道連盟 IJF のインスタグラムはフランスの優勝を伝える投稿を行ったが、コメント欄は様々な言語で批判が殺到。ランダムじゃないだろ。混合団体戦では6人の選手を選出、4勝した方が勝ち。3対3の場合は抽選で対象戦の階級を選ぶことになっている。その抽選がデジタルルーレットということで世界中でツッコミが。それ以外の主催国フランスびいきと言われた判定も含め批判殺到。日本がどれほど立派な戦いっぷりをしたか、それだけに余計に批判がいくでしょうね。本当に素晴らしい選手たちで、同じ日本人として誇らしく思います。ルーレットが回る前から90キロ級になると思っていたので驚きはない。多分世界の誰もがルーレットで出す90キロになると思っただろう。イカ様があったとは思いたくないが、あったかもしれないと思わせる運営方法自体が問題。あのルーレットでランダムと言われても誰が信じるんだ。アナログにしろよ。カジノの方がまだ公正な気がする。フランス以外の全世界がおかしいと思ったはず。斉藤がかませ犬的な扱いでかわいそうだったな。将来のサッカー界のために草の根からの意見を出し合いましょう。チャンネル登録、コメントお待ちしております。